ジョブロック青年ラソニーほんでボデローさん、ところといえばやっぱいつでもしょんべんできるとこぐらいじゃん。確かにな、どこでもトイレ、地球がトイレやもんな。行こうか、行こうか。どっちやろ、こっちあんまり受けれなくない、こっちや、こっちや、真ん中や、真ん中や、ま、こっちや、おっしゃおっしゃ、正解やこっちや。でもこれ結構深いよ。てかこれ川やん、普通に。普通に川やん。だからあっちからの方がいいって、あれ。あそこからの方がいいわ。回らない、無理やこれ。バイク沈むで。道じゃないやん。でここやったらいけるわ。じゃあこっから行くわ。でここを上がっていって、こう回っていったらいける。最低ポデローさん、待って待って待って、やばいなこれ。しかも夜になったし、全部泥まみれ。なんか挟まってんじゃんかな、どっかに。挟まってる、完全に泥とかが。ちょっと来たいけどな、タイヤとあれの間に挟まってんの。今日はもうここで野宿やな。うん、あのこれ以上進んだら多分バイク的にはやばいし、道がもうぬかるみはらはまったら、こんな真っ暗でどうしようもない。ここは安全に野宿しました。朝一で快適やな。うん、なんかまた立ち往生食らったわけやけど、このウユニを目前にして、でもなんか前と違って、もうすぐそこがウユニっていうのと、バイクもまだ良好やから、あと体調がマシっていうの、うん、何より。絶望っていうのは希望がないことやん、うん、ちょっとでも希望があるとちゃうな。もう怖いもんはないでしょ、失うもんもないやろ、減るもんもないでしょ。明日はウユニやな。おはよう。おはよう。顔えぐいで。知ってる、カルゴンみたいになってる。だっておっちゃんとかも立ち往生してるもんな。うん、この辺トラックとか。あと30キロやからな、剣ちゃうかな、ウユニまでは。ウユニって体勢を取って直して進むしかないな。ちょっとこいつの様子もまた気になるから、みんなお感じろ。行きましょう。はい。ちょっと行ったな、足、うん、サイドの前で運転しててぬかるみにはまって横転した。ほんまに俺これ
クラッチを回る絶対でも足やばいと思うねんそれ。いや多分大丈夫やって俺は不死身やから。いやこういう系後から絶対来るから。普通に今震えるほど痛い。ちょっと今恐怖やから俺もないわ。うん、そっちもね。クラッチが昨日で曲がってもうてギアの位置に全然入れへん。カンクラができんねんな、微妙な。体がボロボロや。病院だけは絶対関係ないな。病院だけはめっちゃ嫌いやん。もう7年ぐらい行ってないんじゃん。よし。いやバッテリーがないな。これ押して20キロはきついで。ここから無理やな。トラックヒットしてバッテリーつなげてもらうしかないな。でもバッテリーつなげてもらったところで使うことは意味ないな。やばい、バッテリーもいよいよ切れた。どうすることもできへんから、このままやったらマジで死ぬから。めっちゃ寒いね今。だからあのヒッチするわ。ヒッチしてバイク置いて。雨降ってるからカメラも多分撮られへん。バイク置いて上に行くわ。うん、行こう。ヒッチしよう。うん、通り過ぎた。ごめんなさい、ダルク。うん、野田、みんな仕事の車やから、この道ちょっと舗装する車しか走らない。とりあえず、あの車がマジでけえ。ずっと天気が良くなったからまだちょっとあったかくなったけど、車が一切通れへんから上にまで25キロ歩きながらヒッチするわ。ちょっと足がだいぶちょっと負傷してるから倒れてはないと思うね。なんとか足引きずりながらやけど、歩かな。もうここにずっとおるわけにもいかんし、今日中にでも絶対上に着こう。そうやな。とりあえず上に行ったら勝ちや。俺らのもんや。